後の願いも叶えたぞ。うん。お、綾子？こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば綾香、どうして今回は出てきたんだ？あの三つの出来事から私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように、友人とはすだれ越しにお話はできません。うんうん。ちょっと待った、トーマってお前の家来だろ？おいら家来は嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた綾香、雰囲気も違う気がするぞ。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には、すべての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周囲、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。で、本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業上里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってから、シャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様、私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。
記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実は、ほとんどの方にとって、メガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者は、それほど数が多くありません。それどころか、嫉妬を招くほどです。そのため多くの民は、それに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし、私たち以外にも、遠方の渡積島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や失うことを恐れている者が渡積島のサンゴノミアの下で抵抗組織を結成したのです。サンゴノミアに関しては、もともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが、もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による領奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。オイラはまだ質問が残ってるぞ。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのは、メガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば、肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が、数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマは社奉行としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。もちろんこのことを全てあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。